どうも、キックです。今回は、前回のギルバト動画に、師団のキャラはどんなキャラ使ってますか？で、ルーンどんなのつけてますか？っていう質問があったんで、ちょっと師団一回回って、回りながらなんかいろいろ雑談というか喋っていこうかなと思います。まず、師団一回回りますか。最近になって回り出したんですけど、師団。今こんな感じで回ってます。ザイロス、リサ、ジブラルタ、カリン、フーコ。鍵になるのは、鍵は基本フーコかな。フーコがスキルに、これスキルまで2ターンで縦割り入れれるのと、スキル1で速度デバフ入れれるんで、ウーコが鍵になってます。で、取られるのを一番なんか害がなさそうなジブラルタにしてます。はい、ジブラルタスキル3で持続ダメと火力が出るんで、こいつを火力として使ってます。まあ、ジブラルタ選んだ理由はちょっと師団回ろうかなと思った時にちょうどガチャで出たんで、じゃあジブラルタでいいやみたいな軽いノリで育てました。で、あとリサは一応ドラゴンダンジョン用に育てたんですけど、まあ、師団でもいけんじゃんと思って入れてます。で、ザイロスはこれもう道中早くするためですね、基本的に。あとボスに味方取られるんですけど、その隣、僕ボスにターゲットしたままそのまま中央突破するんで、まあ、全体攻撃のあるザイロスでもで攻撃すれば取り返せるっていうのもあってザイロスにしてるんですけど、別にこれザイロスじゃなくても全然いいんで、まあ主に道中早くするためにザイロス入れてますって感じですね。ちょっと取られるのがジブラルタなんで、ルシェンだとジブラルタにやられる可能性があるんで、ルシェンは使ってません。まあ、こんな感じのパーティーで回ってますんで、一回行ってみましょう。一回終わったら、この後ルーン見せていきたいと思います。で、そうですね。そうだ、先週のギルバトで、うちのギルド、初めてレジェンド取れたんで、ちょっと嬉しくて、自分へのご褒美として iPad 買ったんですね。で、iPad 買ったんで iPad でサマナやって動画撮りたいんですけど、動画の撮り方がわかんないんですよ。で、わかる人、詳しい人いたら、よかったらコメントで教えてください。こんなアプリがいいよとか。編集とかもできないんで、そういうことも勉強してやりたいなと思ってるんで、よろしければコメントでお願いします。なんか基本的にものすごい機械音痴なんで、簡単なのがいいです。ぜひご協力お願いします。あと先週のアリーナですか。僕今までの最高順位6位だったんですけど、先週5位になれまして、無事記録更新できました。まあ、1回でいいからアリーナもレジェンド取ってみたいですけど、まだまだルーンが、ね、本当のトップのプレイヤーとはまだ差があるなと感じております。もうちょっと防衛を、勝てる防衛に、していかないといけないかなと。まあ基本的にトップのプレイヤーにはどんな防衛を置いても勝てないんですけどまあちょっと工夫して一度でいいからレジェンド取ってみたいなと思います。はい。で、ちょっと縦割りが入らないとボス時間かかるんですよね、これ。あ、今入りましたね。これジブラルタ取られてもそのまま中央突破してます。で、ザイロスの全体攻撃、フークの全体攻撃なんで、
これで、まあ、ジブラルタ耐久ないんで落ちるんですよね勝手に。まあこんな感じで、あ、帰ってきましたね。まあ帰ってこないでそのまま倒すパターンもあるんですけど、あと、もう取られる前に倒しきるパターンとかもありますね。そういう時は結構早く回れるんですけど、結構ムラがありますね、まだ。あんまり手段はまだ極めてないんでね、こんな感じです。まあ現状これで満足してます。ルーン見ていきましょうか。ザイロス。絶望、元気で。速度、攻撃、繰りだめ。もうこれ、師団用には作っておりません。はい。もう対人メインで、タワーでも使うんで、絶望です。はい。まあ、ザイロスは代わり何にでもなるんで、いいと思います。カリン。カリン、これも師団用じゃなくて、レイド用に作ってるんで、オール反撃です。オール反撃の速度、速度防御体力ですね。これも師団用に作ってて、まあカリンが一番最初に動くのがバフ乗るんでいいかなと思います。カリン使う人結構いると思うんで、この速度順っていうのは 大切なんでね。僕の速度順でいうと、カリン、ザイロス、カリン、ザイロス、リサ、フーコ、ジブラルタです。ザイロスは取られたくないんで2番目に動きます。ザイロス取られると事故るんで。次ジブラルタです。ジブラルタ暴走反撃で攻撃、攻撃、クリ率全部上げきっておりません。まだガバガバです。まあ適当なルーンでなんとかなるんで、ルーンは暴走反撃、師団は基本的に暴走反撃がいいですね。次リサ、リサこれもドラゴン用に作ったやつで、速度、攻撃、クリ率です。これもまだガバガバです。ちょっとずつ変えていって高速周回目指したいと思います。最後フーコですね。フーコは攻撃、攻撃、クリ率ですね。全部クリ率なんですけど、メインアタッカーじゃないんでクリ率にしてます。まあ、こんな感じですね。フーコはもう師団で最適だと僕は思っております。2ターンでスキルマンにするの結構大変なんですけど、前回ギルバトでも活躍してくれましたからね。フーコ非常に優秀なキャラだと思います。はい、こんな感じです。で、アリーナの成績で見ましょうか。間違った。はい。はい。先週、勝率が 99.0%。3回だけ攻撃ミスってますね。で、防御率。僕、基本平日は下げてますんで、こんな感じになってます。めっちゃ攻められてます。はい、先週もね、もう上位僕5位だったんですけど、1位から4位レコンキスタ、6位もレコンキスタってことでね、もう独占状態なんですよね。もうなんとか食らいついていきたいんですけども、圧倒的戦力差って感じですよね。まあ、来週も頑張っていきたいと思います。最後にもう一回 iPad の動画の撮り方教えてください。なんか詳しく載ってるサイトとかの URL とかでもいいんで、コメントお待ちしております。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。